あっぱれ、やってまーす。こんばんは、極楽とんぼ加藤浩次です。極楽とんぼ山本圭一です。さらば青春の光森田です。さらば青春の光東袋です。河合文人です。池田優子です。イコールラブの大谷美里です。さあ今週もやってまいりましょう。そしてさらばの2人は、はい、まあ収録は初ということですね、うん、はいはい、よろしくお願いします。なんか正月話はもうみんな先週したんだけど、うん、ああそうなんだ、ね、さらばの正月話聞いてないんだけど、何してました、正月。森田は勝負に行くっつってた、はい、そうだ、はい、マカオ、はい、うん、マカオ行った、マカオ行きましたね、はい、うわー大勝ちした顔してるな。いや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 、そんな報告、俺多分どの顔でも大勝ちした顔してない大化けしてる顔なんですよ。大勝ちしたとしても高そうなスカジャン着てるもんな。いやいやいや、それはいいやつ。喫煙所でさらっちょろっと言いましたけど、ボロ負けした。はぁ、マジで？ボロ、何日行ってたんでしたっけ？もう2泊3日、ほぼ弾丸なんですよ。マカオって、あの、うん、香港経由で行くから、うん、結構ね、その朝10時に出たはずやのに、うん、マカオのホテル着いたらもう18時とか。おー、結構かかるね、うん、え。じゃあもうホテルに入るやいなや。うん、もうそうですね。一旦飯食おうってなって、うんうん、ちょっと四川料理をいただきまして、はい、めちゃくちゃ物価高いんですよ。あ、そうなんだ。めっちゃ高い。いや、わからん。そのあれが高級店やったのか、うん、俺らもよくわかんないですけど、はい、うん、2人で3、4万ぐらい。あ、そう、中華で。やっぱなかなか、ね、日本でも高級店なかなかじゃないですか、うん、でもなんかケーキ漬けにはいっかってなって、うん、カジノ行く前にちょっとじゃあいいもん食おうってなって、はい、いいもん食って、はい、勝つ前提だからな。そうです、そうです、まあそうだな、かかってますから、ね、俺らは勝つと思ってるから、ね、そうですよね、うん、で、行って、うん、でまあそんなまあ2日間一応あるから、はい、ちょっとゆっくりめにやるじゃないですか、まずは。ほなトントントンってまあ20-30万、うんうん、もう俺らからしたらでかい、20-30万、はい、でかいよ、はい、で買って、うん、20-30万勝ったんだ、勝った、とりあえず1日目は。ああ、はい、あ、じゃあもうこのペースで2日目も行けば、うん、はい、遊び代は全部出るだろう。はいはいはい、そうです、20-30万買って、で、次の日やったら、うん、山添がね、もうめっちゃ負けたんすよ。あら。もう俺、あいつに貸す金とかも持ってってたんすけど、うん、結構負けて。え、山添くんと森田は同じ宅なの？宅、はい、です、同じ宅です。これね、友達と同じ宅だと、はい、友達が自分が思ってると逆張ると、はいはいはい、張れなくなってくるんですよ。わかります。はい、うん、で、まあもう言っちゃうと、はい、もう山添がね、うん、まあ一時ね、280ぐらい、負けてて、やばで、俺も、もう俺ね、もともと山添に去年1年間で200万貸してたんですよ、うん、で、もう、ね、もういろんな人から貸してたいや、そうなんですよ、岡野とか岡野とかで、貸してたから、うん、あの、もう嫌だと。ほんで、関西、あいつが、年末に関西してくれて、うん、だから行こうってなった、うん、なるほど、なるほど、おー、はいはい、ちゃんと返してくれたの。関西はするんで、うん、兄さんまた貸してください、はいはいはい、で、関西したけど、うん、そっから280負けて、でも俺、うん、あいつ、え、その時森田は、僕はちょい負けぐらいだったっす。トントンぐらいか。そうっすね。うん、ね、340負けてたかなぐらい。で、とりあえず、お前、山添をもう、絶対戻さなあかんと。その、なるほど、チャラぐらいには。っていうことで、もう僕はもう打つのやめて、うん、もう俺応援に徹するから。なるほど。まあ言ったら、山添がチームプレー A に張ったら、俺は B は張りにくい、はい、から、うん、もうこれやってたら多分、うん、あの変な感情になってくるから、はい、うん、もうお前だけ打てっつ、俺横でずっと寄り添っとくから、はいはい、って言って、はいはい、やりだしたらブワーって山添が戻して、おお、よかった、280を、あいつ280負けを50勝ちまで、あ、すごいね、実質で、すごい暑いね、それ、暑いっす、めちゃくちゃ、ホテル変えたんです、カジノ、はい、自分ら あの泊まってるホテルやめて、違う場所に、暑かったら声出たろ、いや、もうすごかったです。だから俺も途中からはもういけると思って、一緒に打ったら、俺も全部戻って、おチャラぐらいに戻って、で、山添もう280負けてたから、はい、お前もうこの50勝ちは、もう1000万勝ったぐらいのノリやから、確かに確かに、もう打つなんつって、はいはいはい、もう打たさんかった、はい。で、俺はチャラで帰るのはちょっとあれやから、俺だけやるわ、つって、自分のホテル戻って、やってたら、もう、ズルズルズルって負け出して、200何歩か負け。
で、そして山添はどうしたんですか。山添はもう、山添にはもうお金持っていくなって言ってたから、はい、山添もあの俺に、俺の応援に出してくれてたんですけど、逆パターンだな。さすがに全然戻らんってなって、はい、朝4時ぐらいにも山添はもうホテルで寝ますっつって、はい、部屋帰って寝たんですよ、うん、でそっからずーっと俺一人の勝負をしてでどうなったので200負けて、はい、1回、部屋帰ろうと思って、はい、朝11時にチェックアウトなんですよ、うん、で7時に1回部屋戻って1時間だけ寝て、はい、8時に起きて、うん、山添を起こさないように全部の支度まとめて、うん、山添には黙って部屋をもう一度出るんですよ、うん、でもそれやってる時、うん、なんかあのビーチボーイズ覚えてます？ビーチボーイズ反町さん、あれ最後マイク真紀さんが、うん、なんか明け方起きて、うんうん、誰にもバレずに、はい、海にサーフボードを持って、はいはいはい、で結果その後死ぬって、うん、ありましたね。あれやんこれってそうか、俺もう死ぬやんこれ多分ううこんなことやってたので、行ったら一人でやってたんですけど、200負けてたのを戻したんです。すげえ。マジで？戻したんです。俺はそのもうマイク巻きが降りてたから、はい、あのビーチボーイズが、ビーチボーイズのマイク巻きが降りてたから、はい、一番広末涼子に近いおばちゃんの宅に住んでます。一番広末涼子に近いショートカットの、いやショートカットの広末涼子のおばちゃん、一番広末涼子に近いおばちゃんの宅に住んで、ビーチボーイズですもんね。頭そっからブワーって戻してチップがもう目の前に、だから200、すげえ。そうだな、もう200溶けてるわけだから、その分帰ってきてるよな。でもう、もう終わりやもん、帰るよ。う、うん、もうこれで、いや、チャラやってなって、うん、でもチャラで帰るのはやっぱちょっと嫌や。なんでやねん。欲が出た。この200を全部、オールインで。は？最後。勝負したの？勝負して、一発。で、負けて。うわ。うわでもまあまあ、俺はなんてまだこんなもんかと思って。え、引いたんだろ、その時。はい、絞りました。ベトーナーだよな。はい。うん。むちゃくちゃなんかね、これもバカラ詳しい人しか分かんないですけど、うん、むっちゃしょうもない戦いでした。なんか0対2とか、5対2とかなんか全然、うん、お互い3枚引いて上がんねえパターン、全然引き弱かったっすね。なんかマイナス200ぐらいで終わったってことですか。そうで、日本帰ってきて換金するみたいな、はい、いろいろどんなもんやったかなと思って、はい、まあ、ドルを買えるやんか、円に、はい、ほんなら270ぐらい負けて、うえー、これはだいぶ、それどういう気持ち？ごめんな、聞こえてごめんな、どういう気持ち？トントンだったら楽しかった旅行だよね、はい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 、正直、はいはいはい、うん、負けも勝ちも、ね、あいつも、うん、ね、相席スタートの山添も、うん、はいはいはい、プラで終わってるわけだよね、それどういう気持ち？羽田着いた瞬間に、うんうん、韓国って何時間で行けんねやろか知らない。リベンジ、何のギャンブルしてんの？バカだから、はい、韓国で勝負しようと思って。バカダメだったから。いやでもなんか年一のそんななんか大型の休みなんか取れるのがないから、年一の行事としてはなんかめっちゃ楽しかったっすけど、最後やっぱ200万オールインした時の脳汁半端なかったって。しかも一人で行ってんすもんね、その時は。それさ、全部かけたわけでしょ、はい、全部かけて、相手どのぐらいかけてたの？相手がね、3万ぐらいですよ。で、それまで200戻してるから、200戻してる男っていうのは、もうずっと絞るって言うねんけど、もうずっと、俺が一番お金かけてるから、うん、カードをめくれるの俺なんですよ。最初にな。しかも200をお前買ってるから。200を戻してる男は、もうつきまくってるから、うん、全員乗っかるわけだろ。全員俺に乗っかってきて、で、最後も、うん、まあ、乗っかろうかなってなってんけど、うん、俺がここにあるチップを全部いったから、うん、全員が怖なって、一旦引く。これ一番やべえパターンだよ。ほんなら、なんか、ぴょんって座ってきた男が、何も知らない男が、うん、俺と逆に、3万ぐらいあって、3万円対200万円の勝負で、そいつが5ぐらいで、俺が2ぐらいで負けた。いやあれディーラーにさ、うん、ディーラーにチップバーンって下げられる時って、はい、スローモーションに見えない。いや本当にね、いや本当に本当にマイク巻きでした、ね、もう反りますよ、流れ落ちましたね、お亡くなりになりましたね。でもまあまあまあしょうがない、今年頑張ろう、うん、そうです、その仕事頑張ろう、ね、そう、また働いて、うん、なんか稼ごうって思いますよね。そうだね、うんうん、そこはもう頑張るしかないな、うん、もう一回行こうと思うんですか？
思うんだ。マカオはな、海軍ちょっと行くか来年俺と。マカオマカオは楽しすぎるぞ、マジで。カジノ経験、うん、あまりないっすよ。いい、関係ない関係ない。本当勝てるよ、うん。で、やっぱもうホテルで全部完結するんですよね。そっか、ってもう下についてるから、そう、マカオはそのもう飯屋もホテルの中にいっぱいあるし、はい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 、でショッピングもできるし、もう本当ラスベガスみたいな感じですよ。なんか俺が行ったとこがカリビアンホテルっつ、あ、ベネチアンホテルっつって、ラス、世界で一番でかいカジノがあるところやったから、もうそれで十分やしみたいな感じでしたね。行こうかな。うん、え、まあ、じゃあ夏休みはないの？夏休みは今年あのモルックの世界大会があるそうか、ね、そこでちょっと4日間ぐらい、4日間ぐらいちょっと函館に行くんで、ただそれで終わりますね。そうか、だから10月に休み取ってるんで、屋敷とかバイクさんとかと、うん、でそこでなんかどっか行こうかなと思います。おー、また勝負だな、そうなるとな。そうですね、うん、ブクロは僕も充実してましたよ。でもどんな、まあ30から結局8も休みだったんで、うん、10日間ですね。おー、いいじゃん。はい、まあ、全部言いましょうか、うん、30ゴルフしまして、うん、31ゴルフしまして、うん、1日ゴルフでしょ、大晦日、はい、で1日もゴルフして、元旦にゴルフして、大晦日元旦ゴルフしてんの、はい、うん、で2日ゴルフして、うん、4日ゴルフでしょ、3日、あ、3日もゴルフしましたね。3日も、4日ゴルフでしょ、で3日だけ飛ばした、で5日ゴルフして、6日ゴルフして、7日ゴルフして、8日ゴルフしました。何ですかそれ、はい、は10連ちゃん、同じとこで10連ちゃん、ツアー、いや、一緒のとこなわけないでしょ、そんな。移動するんですか？まず、30は東京でして、31、ね、東京でして、その夜に静岡に向かったんですよ。うん、で、1日に静岡でゴルフして、うん、で、そこから2日から、4日ぐらいまで大阪ですね。すごいな、お前。で、5日に、東京で車戻ってくるときに静岡でまたゴルフして、うん、で、6、7、8、東京で。お前年末年始ゴルフやった回数でギネスに登録してない、はい、申請してええかな、絶対お前全部秀樹でもやらない、はい、うん、もうホントそうだね、プロでも絶対やんないの、あ、それはプロに言われました、プロゴルフ。いや俺も愕然としましたよ。え、はい、何が楽しいんですか、そのあっそう何が楽しいゴルフに10日間ぐらいどうじゃんいるの、元旦ってゴルフしに来てる人いるの、はい、うん、あ、いや結構いますよそれは。あ、そうなんですか、ね、どっかで1日2回やったんやったっけ、だから11連チャンの1日1ラウンドしてたらへんから9ホール追加だから 1.5 ラウンドしてと、ね、1.5 の日もあるんだ、1.5の日もあるんだ、27ホールか。俺もこんなことなら休み与えんとこかなと思って、はい、その正月何やってたって、え、それは友達と行くわけ、全部違う友達と。あ、そうですそうです、芸人仲間もいますし、うん、なったら正月は1日家族とも行って、うん、家族全員やるんで、あとはもう大阪の地元の友達とか、うん、はい、まあ社長連中とかと、もう全部1日1日全部別々の人と行きました、ね、YouTube 回してるとかじゃないですか。あ、 YouTube はだ8日にゴルフして帰ってきて、9日 YouTube の撮影やったんで、正味11連ちゃんですね、ゴルフの YouTube 撮影やったんです。やば、はい、なんかあんのそういう耐久ゴルフみたいな、そんな競技そうですよね、好きでもなかなかそこまで、はい、かもうスコア的に言ったらどうなのこの10日間で。いや、これがまた良くないんですよ、やっぱね、やっぱ10日間いけると思ったら、モチベーションねえもんな、1ホール目2ホール目あった時点で良くなかったら、まあどうせ明日もいけるしなと思ってくるんですよ。それさ、ほんまその日のゴルフもう惰性だろ、ただの惰性ですよ、惰性だ、はい、だってもう8日終わった時点でこのゴルフで使った分の休みがちょっと別で欲しいなと思ってもって、体を休めたいって思ってしんどすぎたんですもう。でいくら負けたん？何がやねん。何がやねん、まあ、かけゴルフしてるみたいな。いくら負けてん？そんなもんしてませんお前。やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。すごいなお前、ほんとすごいな。いやだからこれが楽しいのか、ほんとに果たして、途中からなんか楽しくなくなりそう、うん、なんかさ、なんか惨めに感じてけん、うん、俺はゴルフしかやることがないのかって思ってけんの。他の誘いとかないんすか？そう、なんかパチンコ毎日行ってるやつと一緒やんこれとか思わへん、うん、でパチンコも行くで、パチンコも行くんや、1,2,3,8ゴルフしてパチンコも行くやばいから帰ってきてパチンコも行くやん、やばい。そしたらさ、もう今年はゴルフそんなにいいやと思うでしょ、うん、8日間行ったら。確かに、それでも今だからちょっと3日4日行けてへんのがもう辛いので。え、はい、ゴルフに対してどういう気持ちになった？8日間連続行って、あ、こんなやるもんじゃないなと思いました。そうだろ、はい、そうなんだ、はい、でもやっぱりその1日2日行かれへんなると、あ、またやりたいなが出てくるんですよ、もう中毒みたいな。それは上手くなりたいの、ただ打ちたいの。そうね、なんでしょうね、キャディーさんね、そのいや、キャディーさん見られてると ないけども、やっぱもう常にクラブを握ってたいというか、なんかもう、ね、何が一番楽しいの。いや、それもう自分で分かんないですよ
何か、まあ、楽しい、わかんないですもん。まあ、猿とかよりゴルフ好きやから、うん、絶対に。どの瞬間が一番楽しい？それはまあ、バーディーを取れたりとかしたら、やっぱりね、気持ちいいですけども、そんなんもだって、1日2日やって1回あるかないかとかなんで。バーディーなんか別に毎日取れてもしゃあないよ、そんなん別に。いやだから楽しいというか、それがある瞬間がなんですけど。うん、え、バーディー取った瞬間どうなるの？いや、これはほんまにもう、女性陣おるとこ言うのもあれですけど、うん、完全に勃起しますから、ね。本当に。バーディーで。バーディーで。ゴルフ場で勃起してるやつめっちゃ多い。いや、もうそれ異常ですよ。異常ですよね。みんなが勃起してるわけじゃねえだろ。性的興奮。お前だけでそんなのってから。タイガーウッズも一緒ですから、ね。中毒だな。中毒だ。いや、もうだから、それ以外やることないんですよね、もうね。いや、だから、まあ、楽しいのは楽しいですけど、やっぱ違うな、これは、と思いながらも、でもそれ以外何すんねんってなると、ゴルフしかないんですよ、もう。じゃあもうだから来年はもう仕事入れるで、じゃあ。いやいや、それは来ません。そうか、仕事が入れば、そんなに。そう、一応さ、やっぱ大型、うん、もうほんま年一の大型連休はもうそこなんですよ、はい。うちはもう年末年始働きたくないっていう、はいはいはい、あれやから。からちょうど間に入れればいいんじゃないですか。まあね、その三連休あって、うん、そうね、飛び石でね、そう、飛び石入れたらどうするの？そうよ、いやいいやん、維持でも行ったるからな、絶対に。なんか俺がなんか飛び石で一個だけ BKB のライブっていう一番しょうもないっすよ。そうか、すごいな、まあ。よっぽど他のことないんでしょうね、好きなことがね。好きを超えてますよね。で、好きでも行けないよ、ね。そうですよね。だって昼から仕事、夕方から仕事とかの時は、うん、その昼まで行ってますからね。ねやっぱ朝一から行けるもんね。もう全然疲れない。はい、18ホールやっても。まあまあまあ、しんどいですけど、でもその、仕事内容によります、その後の。さんまさんと会うなと思ったらやめとこうとか。工場品買い前はちょっときついなとか。体力使う前は。お前らがそれでも行くやつやん。いやいや、さすがに、とか、そういう、うん、結構その収録によって、だから明日も、だから今日もこれ深夜終わって、うん、朝5時ぐらいに家出て、ゴルフ行くんですよ。お前、明日お前鶴瓶さん会うやろ、お前。鶴瓶さんなら OK やな。夕方の鶴瓶さんだったら、今田さんもおるやろ、まあ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 。今田鶴瓶なら大丈夫。コント番組やから大丈夫やすげえな。自分でもやっぱおかしいってことには気づいてる？いや、気づいてますよ。はい、自分でスケジュール見ながら笑ってますもん。もう全部入ってるで10日間と思いながら。でももう体勝手に動くんですもん。何なんかな、嫌な疲れじゃないってことですか、ね、嫌な疲れじゃないですね。ただまあ、うん、体が痛いな。その果てにあるのは何なん、うん、俺だからずっと言ってよ、プロになってくれって。いや、それは無理やからそんだけやるならって。うん、そことは違うんですよね。ギネスじゃないですか。プロはもっとすごいってことは理解してるってこと、はい、はい、もちろん、もちろん。やればやるほど分かるもんな。はい。プロの凄さがな。難しすぎる。でも楽しいんだもんな。楽しいですね。楽しいから行くんだもんな。いや、だからこの休みの取り方が本当に合ってんのかなって。うん、例えば、はい、南の島行って、はいはい、ゆっくりしたいなとかないの？いいですね。海外嫌いなんで。うん、あ、行きたくないんだ。沖縄とか思いましたけども。でも結局ゴルフ場のことを思っちゃうんで。でも沖縄はあるじゃないですか、その。あ、うん、そしたら海外、だからオーストラリアなんて今真夏じゃない、うん、で、オーストラリア行ってゴルフやるとか。いいじゃないですか。いや、そんなんもいいんですよ。ただそうなると、じゃあ飛行機で行くでしょ、はい、その飛行機で、あれ、この時間1ラウンドできるやんとか思っちゃうんですよ。飛んでる時間。うん、でも景色とかすげえいいじゃん。全然観光変わりますよね。開放的だし。うん。でもまあ、行き帰りで2ラウンド分損してるなぁが勝たないんですよね、そこをね。その景色には。はい、通路でパターゴルフぐらいできんじゃん。で、舐めとんのか、お前。会員権とか持ってんの？いや、それは買ってないです。はい、それ持ってない。もう、はい、いろんなとこ行きたいなっていうのがあるんで、うん、そんなにこだわりはないんですけど。笑われるだろ、ゴルフ場行ったらまた来たっつって。いやいや、何がですか。いやいや、ありがとうございますって言うよ、そんなもん。そうっすね。なんでやねん、あいつ。また来たよ、そんなやつばっかりっすね、ボッキバカとか。あいつ、マジバーディ取った時、ボッキすんだよ、なんで見てんねん、話やろ、俺。やだな。すごいな。まあまあ、僕なりには充実したんですけど。面白いね。そういう、お正月、年末年始だったのね。わかりました。じゃあ、今日は、1曲目、森田さんのリクエスト。お願いします。いいですか。じゃあ、竹原ピストルさんの、フォーエバーヤング。極楽とんぼ加藤浩次です。MBS ラジオ、AM1179、FM906 から、あっぱれ、やってまーす。はい、それではメールの方を紹介しましょう。まずは神奈川県川崎市はラジオネームピピピピ。先日友達からニュースになっているよと連絡が来ました。え？何のことかと思ったら旧
ジャニーについて熱弁する居酒屋客に一杯おごり見出しで私たちのことだと分かりました。おお、先週話したよ。そう、笑、友達4人で飲んでいて結構酔いも回っていたこともあり、かなり熱く語ってしまいました、うん、本当に最後まで気がつきませんでした、はい、河合さんお酒ごちそうさまでした。すごい、ありがとうございました。すごい、なんか先週、うん、なんかちょっと前に居酒屋で、うん、そのうちの事務所のことを熱く語ってくれている、うん、平成ジャンプのファンの方がいて、でその方に嬉しかったんで、うん、お酒一杯おごってあげたって話をしたんですよ。そしたらその方が、そう、その方です。その方です。その先週ラジオ河合くんが喋ったことがネットニュースになったんだ。なりました。それは僕も見ました。そしたらこの子から、うん、でどこにお礼を言ったら伝わるか分からず、うん、嬉しい、こちらに連絡させていただきました。いいじゃない、ありがとうございます。河合くんよく行く店なの？いや、僕初めて行ってたお店 で、うんうんうん、で美味しかったんでまた行こうっていう話はしてたんで、うん、ちょっとまた、じゃあ、あったら声かけてもらいたいね。あ、そうですね、うんうん、ぜひぜひ、うん、ぜひぜひ声かけていただいて、あの、うん、お酒2杯無料なんで次回はピピピさん2杯2杯無料。友達ずっと待ってるぞ。いやいや、ずっと待ってる。かわいまち、かわいまち、僕のファンではないんですけどね。そうか、そうです、そうです。繋がるんだね。すごいな、本当に嬉しかったエピソードだろうね。不思議だね。だからなんか、いや、今の時代、まさに今の時代じゃない。こうやって俺らラジオで喋ってることがネットニュースになって、うん、それを本人が見てとか、うん、そうですね、それで知るんですもんね、うん、変なこと言えねえな。いや、本当そうですよ、本当そうですよ、なあ、はい、うん、変な嘘とかつけないですよ。私これ見てましたけどこんなんじゃなかったですよ。本当だよ。よかった、でも今ので嘘じゃないっていうのが、で、変な話、飲み屋で腹立つやつに会ってよとかって言ったら、はいはい、そいつにも入る話じゃないですか。そういうことよ。俺もお前に腹立ってたんだよって。確かに確かに。すごいっすね。そうか。だから、河合くんがお店にいるって気づいたら、旧ジャニーズのことを熱く語れば、おごってもらえるということですね。そう、それはもう分かったね。僕のファンでなくても。全卓で一応、出すんじゃない、名前を。河合いるなと思ったら、ちゃんと聞こえる、僕に聞こえるように話してくださったら、お酒一杯、お酒一杯、はい、無料、無料、とりあえず、とりあえず、お酒、お酒、飲む目だけ、これもネットニュースになったら、ラジオ聞いてなくてもみんな知ることになる。そうですね。可愛いお店、確かに。居酒屋経営者ね。続いてラジオネーム風民のイボ。土曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。最近人気芸能人のおめでたい話が続きますね。確かにそうだよね、うん、明るいニュースに人ごとながら嬉しく思いますが、うん、その反面悲しんでいる人もたくさんいるわけでして、うん、特にアイドルの結婚というのは周りに対する配慮などいろいろと大変だろうなと思います。そこで男性アイドルと女性アイドルを代表して、うん、河合くんとミリナちゃんにアイドルの結婚観について議論していただきたいと思います。アイドルとめでたく結婚までこぎつけた山本さんのこれから結婚するであろう独身のヤルドメンバーたちへのアドバイスなども伺いたくよろしくお願いいたします。これさ、はい、強しくんとさ、野本強しくん、そう、あ、野本かな子ちゃん、ももクロのね、そう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 、はいはい、うん、かな子ちゃん、はい、結婚したでしょ、しましたね、みんな知らなかったでしょ、みんな知らなかったですね、だから河合くんと大谷とかが、はい、もしか結婚とか知って、はい、俺ら何も聞いてなかった、ったはい、俺ブチギレか。俺言うといてや、マジでそうなるといてや、俺はもう知らなくて も、 も、 もしそうなった場合、うん、俺は記者に意地で、うん、あ、僕は知ってました、うん、そっちの知ってた側だ、いや、感じてないな、知ってたりはバレてないと思ってたと思いますけど、もう分かってましたよって、言う側、確かにそうですね、どうする、そうなったら、うん、僕はそうなったら絶対に言っちゃいます、言う、あの、言わない、裏で、あの、裏でっていうか、もう言いたくなっちゃうタイプなんで、隠し通せないですね。でもやっぱり剛くんとか、うん、あの、ももクロのね、はい、桃田さん、かなこちゃん、うんうんうん、とか本当にみんな知らなかったけど、多分ほんまに外でデートとかもしてないでたんすかね、うん、で事務所も知らなかったって言ってますからね、すごいな、隠せるもんやな、
だってご飯食べに行くにしてもすぐ個室にパッと入ったりとか、あそこに行きつけの店でちゃんと秘密を守ってくれる人みたいな、それはアイドルの鏡なんですか、いわゆる。だからそうなってるよね、ファンへの配慮というか、うん、2人ともちゃんと配慮してそうなってるって、そうですね、うん、まあ、ファンの方はその驚くで難しいですよね、うん、だからよくさスマイルアップの人がさ、はい、熱愛とか出たらさ、はい、何ヶ月何年付き合ってるとかじゃん、うん、結構ファンの中で、うん、じゃああの時付き合ってたんだ、もう、はいはい、なんか結構言われるよね、はいはい、言われるよ、じゃああのバラエティで喋ってたあの話ってどういうこと、はいはい、ありますね、結構言われる、ね、ここで出会ったんだとかいろいろありますけど、でバレない方がやっぱりいいわけでしょ、まあそうでしょ、そらね、でもそれも衝撃すごくないですか、どうなんですかね、いやいやけど我々に夢をくれてた、ずっとって、うん、そういうことですよね、そっかそっか、そうですね、浮気と一緒じゃない、バレなきゃいい、バレなきゃいい、でもそういうことじゃない、その、いや分かってるよ、あなたたち成人の男性で恋の一つや二つしてること分かってるけど、はいはい、その小出しで出てるよりは、うん、ドンってきた方がいいと、うん、っていうことじゃない、うん、っていうのが鏡としてなるならば、まあ確かに、うん、じゃあ河合くんは言う、僕は多分言っちゃうって 出ちゃうと思います。大谷は、私は言わないと思いますね、誰にも、コウズさんにも、コウズさんに言わないです、コウズさんに言わないですよ、一番最初に言わなきゃダメだよ、コウズさんに、まず MBS 中でもあるでしょ、うん、言っちゃうけど言わない、言わないですね、言うとしてもまあ本当に家族とか、サッシーは、サッシー、指原さんには言うと思いますね、もし出会いができたら、ゲソ別に言わないですよ、ゲソ別に言ってください、ゲソ別に言ってください、全然だって毎週放送で言ってください、池田さんはね、そうだ、じゃあ大谷はじゃ誰にも言わない、そうですね、だからじゃあもしか河合くんともしか付き合ってて、河合くんが「いや勝さんに今日言ったんだけど」とか、うん「森田に今日言ったんだけど」とかって言ったらどうする、うん、人によったら広まるから絶対言っちゃダメだよって言いますそれは全然そんなこと分からない、間違いない、間違いないですよ、その通りだよ、うん、でも結婚するってなったらさ、うん、その何日か前にご挨拶というか、まあそうですよね、加藤さん極楽さんとかにはやっぱ挨拶、確かに発表するまで言わないっていい、うんうん、ちょっと来週発表なんですけど、うん、ちょっと一応ご報告あるだろうな、でも来週発表でもうここで出たら、うん、この1週間で水の泡じゃないですか、俺言うともったいない可能性はなきにしもあらずじゃないですか、だから、まあ、いろんなこと黙ってきたぞ俺は重いなこの言葉、いろんなこと俺黙ってきたぞ重たいねこれ重い言葉ですねそれは口固いよ、固いそうですね、確かに、うん、でも周りに誰がいるかっていうのを多分見極めとけば、うん、出ないと思うんですよ。で、僕、その、脱退する話、うん、森田さんにだいぶ前から話してるんですよ。あ、そうやったか。そうか、そうか。で、うん、周りの仲いい芸能人の友達にも何人か話してるんですけど、うんうん、一切何も出なかったんですよ。うんうん、そうね。うん。だから、周りの方の、ちゃんと見極めてる、うん、そうね。だそれこそ友達少なかったりすると、もしかしたら言わないかもしれないですけど。うんうん、あ、だから森田はそのことに関して言ってないと思ってること、河合くんは。はい。あれ、うん、森田全然言うよ。最悪。他が言ってない。森田どうなの？どうなの？周りに言いました？言ってねえ。もう決まってたらやねっていうことや。あ、まあそうですね。うんうん、そうそうそう。あ、だから怖えのっていうかさ。うん、例えばさ、俺がスッキリとかやってる時に、うん、後輩の人とか、いや実は付き合ってるんですとか、はい、実は今度結婚するんですとか、はいはい、楽屋とかを、まあ、メールで連絡もらってるとか、はい、するじゃん、はい、俺言ってないじゃん、はい、でも発表前にすっぱ抜かれる時あるじゃん、うん、その時にスッキリとかでやらなきゃいけないわけ、うん、俺が、はい、俺言ったと思われてる。自分で言う。自分で言う。そうですね。そのパターンありますね。絶対俺言ってないのに、もしかして俺疑われてんじゃないのって。その人からしたら言った人リストに入ってるわけ。そうなのよ。それ本当だから。確かに。実は言わないでくれよっていうのが正直あるの俺。はいはいはい。確かにね、うん、ね、なんか変な感じになるし、はい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 、言わないでくれよっていうのはある、うん、剛君そこまで配慮してる気がします、その人に罪を罪の意識を負わせる、はい、本当人の子、うん、人間を大事にする人なんで、何か流れた時に、うん、その人が責任を負うのかわいそうだなで隠し通したっていうのもある気がしますね、うん、でもなんか俺はゴシップ好きですけど、うんうんうん、これほんまに言って
ったらあかんなっていうやつって、はい、本当に人に言わへんから、うん、忘れますけど、うん、ああそうかちょっと、うん、あれって人に言ってなんぼなのよ。わかります。みたいにね、そう、やっぱり、ほんまにこれ、あ、俺の中だけでとどめとかなあかんねんって思ったら、はいはいはい、マジで誰にも言わんから、はいはい、結構忘れちゃうっちゃ忘れちゃうというか。そっか、誰かに。人に話すことによって、うん、そうそうそう、いろいろ尾ひれついてる。3人目には結構でかいのかもしれないな。はいはい、俺、山本が西野と結婚するっていうのも、だから、後で聞いたんだよね。後でっていうか、うん、決まってからってことです。だから一緒に番組やってたじゃん、うんうん、はい、その番組が終わってから聞いてるよ、ね、うん、だから番、あ、違う違う、付き合うは最初に言ったんだ。そうだよ、付き合う時も言ったんですか。そうだそうだそうだって言っ、あの、実は付き合ってんだっていうのを、うん、そこのが、ラジオの、それどれぐらいの時ですか。付き合ってどれぐらいの時ですか。2ヶ月ぐらい。あ、番組も一緒だったから。確か、あ、だ、そうだったわ。付き合ってるって聞いて、うん、番組やんの本当嫌だった。やりにくいでしょ。めっちゃ嫌だった。見てまいますね、2人のことね。その知らないで後々言われるより、うん、言われるのと、うん、その2ヶ月ぐらいで言われるのだったら、うん、全然知らなかった方が良かったですか。番組が続いてたから、うん、あ、確かに知らん方がいいやろ、うん、なんか、うん、気持ち悪いですよ。なんか、なんかゲストに恋愛のこと聞いてんのになんかこう、うん、ね、こっちも付き合ってんだよ。そうですよね。確かに。なんで言おうってなったんですか、二人で。なんで加藤さんに言っとこうってなったんですか。やっぱり、はい、流れ上一緒の番組やってて、はい、逆に何かすっぱ抜かれた時に、はい、加藤に何も言ってないって言ったら、お前どういうことだになるんだったら、うん、もう先に言って共犯の経験が朝もやってたしね、スッキリもやってたし、先にもう共犯にしとけば、俺はいい、先に言ってますよね、加藤さんにしとけばいいって言ったのに、そのためも加藤に言ってたんだから、周りの人たちもみんな、なんかでスタッフ知らないでしょ、うん、はいはい、番組やってるのスタッフ知らないで、うん、なんか、うん、あのロケの居酒屋みたいなところでロケやってたから、はい、うんうん、スタジオじゃなくて、うん、で、まあ、席に座るんじゃない居酒屋の空いてる席に、うんうん、なんか隣で座ったりしてんだ。あ、それから報告される前ですか。いやいや、それしかないから、まあ、まあ、それ今までとね、自然な、今までと変わらないように自然に座ってたのよね。俺はさ、遠巻きにそれ見てんだよ。はいはい、青春だな、なんかこいつ付き合ってんだよなって思うんですよ。いやいや、僕らこの年で恋バナするんですね。いやいや、イライラしたぜ。いや、いいじゃねえか。クラスに絶対行っちゃいけない。このゲストってこういう風に流れはこうしようとか、ちょっとここはちょっと一回掘り込んでみようかなとか、でこの時にリアクション悪かったらちょっと話変えてこっちに行こうかとか、一応組み立てるわけじゃん。晩ご飯どうする？言ってねえわ。そんな空気を出してるんじゃない。晩ご飯どうする？そんな空気が出てるわけだよ。2人だけの空気が、空気が出ちゃってるんで、俺は会話内容は聞こえてこないよ。でもなんかそんな言葉は、まあまあまあ、意識はします。ロケ地も新橋だったから、うん、帰りとかうまいもん食いに行こうかみたいな、もういつも考えてたよ。空気が出ちゃうまいもんあるか。やっぱさ、知っちゃうと一挙手一投足が気になりますよね。今のだね。確かに確かに、そっか。それは本当あれだ、のあれでしょ、川合君とかもやっぱり誰々と誰々付き合ってんだなって知ってたりするのあるんでしょ。知ってたりとか、それこそ、うん、その飲み行ってる場所とかで、うんうん、こことここのお客さんが付き合ったみたいなのを、うん、僕だけが知ってたりすると、まあ、の常連とかってこと、常連とか、なんかそれの時に僕は知ってるけど、お客さんとここ付き合ってるけど、周りには付き合ってない風にしてるけど、お前らめちゃめちゃラブラブしてる感じ出てるよっていうのが、バーチめっちゃ出てますよ。絶対ある、色濃い常連の中で、で、もう本当に名前は言えないんだけど、みんなが知ってる超ビッグな2人、こう、まあ業種は全然俺ら違うんだけど、その2人がカウンターで飲んでて、パッて見て、俺、あ、付き合ってんだ、うん、付き合ってんじゃん、はい、空気がそうだから分かっちゃう、もう分かりますよね、はい、で俺挨拶しなかったの、もう、はい、一応そこは空気読もうと思って、はいはいはい、でちょっと離れた席座ってたの、はい、じゃあ向こうがトイレ行く時かなんかに、はい、あれ母さんって言われて、おお今初めて話したよ、ずーっと気づいてたら会話の内容ずーっと耳をさ、そば立てて、そば立てて、聞いてた
も関わらず、おーみたいな。そういうのあるよね。なんかもう確実に分かりますよね。そう、番組のスタッフさんとかのたまに思いません？分かる。ありますよね。ある。あ、多分この P の。彼女さんそうありますよね。めちゃくちゃ分かるね。ありますよね。あの AP の女の子がすっごい素朴で可愛かったのに、なんかちょっとタメ口っぽくなる。あるね。分かる。これ絶対プロデューサーとできた。もっとそうなんです。立場上がっちゃった。もあるんだよ。もっと後から聞いたら大体当たってますもんね。大体ね。その他のスタッフがもう知ってるから。はい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 。あれってそうですか。でもまあ、わかりましたやっぱり。出会いがそこしかないからなんか、それはそうだよなと思いながら。でもあれじゃない。自分のあの参加させてもらってる番組のスタッフ同士が結婚するってちょっと嬉しくない？嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。つなげてないけど。いい雰囲気ね。やったんだなって、はい、そう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 、めちゃくちゃ嬉しいです、それは、うん、でもやっぱ絶対どっちかがその番組離れることになるんだよな、あそうか、やりづらくなっちゃうから、まあ、まあお互いが、あとやっぱ妙に、局員の方とかと、吉本のマネージャーとかが結婚とかって妙に多ないですか、局員とか、だから言ったらスタッフとマネージャーってやっぱ妙に多いな、そう、吉本のマネージャーの方とか結構、テレビ局のスタッフとか、制作会社のスタッフさんとか出会うことが多いんですよ、うん、結構多いよなって、あの人もともと誰々さんのマネージャーやってた人やでとか結構多いよなって、だから僕ら演者の知らないところで、結構飲み行ってんだよ、いやそうなんです、マネージャー飲み会とかもあるし、結構飲み行ってんだよ、しかも連絡もめっちゃ盛り上がってんだよ俺らの文句言ってめっちゃ盛り上がってる、これだから好きなマネージャーさんがいたとしたら、キャスティングすれば会えるっていう、そのタレントの加藤さんのマネージャーさんのことを誰かがどっかのスタッフが好きなら、加藤さんをブッキングすればこのマネージャーに会えるっていう、確かにな、連絡も取れるし、なるほどね、客もしかりで、このマネージャーのことめっちゃ嫌いってなったら、このタレントはもう絶対ブッキングされない、あでもそうか、確かにそうですね、あのマネージャーに会いたくないって、はい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 、それはもう AP さんのあるあるというか、まあだから極端な例よ、極端な、まあまあ善と悪なのか分かんないけど、その例だけど、間は何もないよね、みんなね、まあそうです、8割は何もないわ、でも2割ぐらいはそれ森田が今言ったのはあると思うよ、そういう出会い方だってやっぱ怖っと思ったのは、言ったら会議でじゃあこのタレントブッキングしてください、で AP さんお願いしますねってブッキングするわけじゃないですか、で AP さんが電話するわけじゃないですか、あ待ってよ、あそこのあのマネージャー嫌いやねんな、会いたくないなってなったら、次の会議であれどうやったって聞かれたら、ああのスケジュールダメでした、電話もしないのに、聞きもしないのにっていうことがあり得るから、あるって言ってましたよ、なんかあとやっぱり可愛いマネージャーとか、もしくはついてたとしてね、美人のさ、美人さんのマネージャーさんがついてたとして、でじゃあそのマネージャーに、例えばプロデューサーとか AP の 男の子とか、キャスティングの男の子が好きになるとすると、はいはい、でもうたまんなくなって告白するともするじゃん、でそのマネージャーが断るとするじゃん、いやそういう関係になりたくないんだよって断ったら、そのタレントもうブッキングしねえじゃん、それもあるな、それもあるな、やめてくれよ、やだなそれ、青春やってますね、まだ、そうやな、こっちにタレントにしてみたらいい迷惑だよね、勝手に惚れて勝手に告白して僕にされるって、知らないか、そんなのは絶対あると思うな、そうね、うん、質問なんだっけ、アイドルの、だから質問はなんだっけな、アイドルの今後、ああそう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 、はい、結婚観について2人で議論してくださいって、議論、ね、お互いがもし結婚観、河合くんとミリネアのアイドルの結婚観について、すっぱ抜かれたらどうすんの、うん、例えばミリネアがすっぱ抜かれたら、すっぱ抜かれたら付き合ってる彼氏がいて、別愛報道みたいな、どうするんでしょう、だって嘘ついてたわけじゃないですか、すっぱ抜かれたらどうするとか言わない方がいいか、後から持ってこれ確かに、確かに、過去のラジオ話もファンはしてほしくないんですかね、いやここはいいんじゃないの、恋愛観だから、どういう恋愛観を持ってるかだから、分かんないですよね、タイミング発表のタイミングって、だからその先輩方とかはすごいやっぱ考えられて発表してるんだなって思います。まあね。そこまで現状もあるし。正直、俺らなんてどうでもいいじゃん。芸人はね。そう。別にすっぱ抜かれようが、別に、おい、付き合ってます。って。
うん、全然いい話だ、はいはい、やっぱほんとアイドルって大変だろうね。だから河合くんもグループ抜けたとはいえ、うん、とはいえ、まあ、そうですね、アイドルですからね、うん、その気持ちだったっすね。でも要は今この肩書き芸人にしてないじゃん、アイドル楽だぜ。いやまあでファンの方がやっぱアイドルってまだ思ってくれているの、ね、うん、でも僕は YouTube とかで、ね、はい、はい、どうもーって俺は芸人ですって言っちゃえばいいじゃん。まあね、そしたら変わるんすかね。そしたら変わるんじゃないの。いや、うん、でもどうやろうな。でもやっぱワーキャーというかね、そら、まあ、まああるからね。だから難しいですよね、それこそね、うん、なんかその36だからこそ、うん、その恋愛とか、うん、そういうものがあっても、うん、まあ一般的な普通なことじゃない。まあね、もうそりゃそうよ、うん、ない方が変やから、ね、ただ何か出た時に、うん、そのなんか認めないでふわっとすんのも気持ち悪いなって思うんですよ、うんうんうん、ただ認める方がファンの方は悲しむのか、うん、認めないでふわっとして終わる方がファンはいいのか、うん、だから本当に剛くんとか中丸くん、はいはい、うん、佐々木さんとさ、そうですね、あれも誰も知らなかったから、そう、完璧に隠せってことですね、じゃあ、ね、うん、の方がいいってことですよね。そこしかないんじゃねえか、完璧に隠して、うん、なんかその意外な方とかと、うん、お相手がね、うん、だった場合とかどうなんだろう、うん、相手の方も考えると、うん、どのタイミングがいいのかなっていう、うん、確かにね、なんか俺ちょっとずつやってほしいな。だから完璧に隠すっていうのが一番大事だと思うんだけど、はい、最初まず家から2人で5メートル出てみるとか、ちょっと10メートル出てみる、5メートルずつ伸ばしてどこでバレるかっていう、なんでバレたら終わりなんですか。なんでバレるまでやるんですか。コメントできますね、うん、20メートルでバレました、ね、それかもうアイドル同士で結婚して、はい、もうそれも言わない、子供がなんか、あ、できるまで、二十歳になるまで、結婚すら言わない、もう、はい、隠し、これが、堂本剛超えよ。ここまで隠してくれるんですか、うん、もう実は、うん、それ最高だと思う。ね、うんうん、子供の成人式の写真3人。誰こぶしとみたいな。すごい完璧よね。どれも、何がよく、世田谷区成人式みたいな。あれみたいなことおい。それはいい、これがアイドルの鏡なの。そこまで隠し通したら、うん、鏡ですね。結婚すら発表しないっていうのは、うん、今までいないですもんね。今までいないよ、うん、もしくは結婚言わないで結婚して離婚するときだけ発表する。あ、それ面白いね。いや、それ面白いですね。面白いですね。実はしていない、ね、結婚発表の前に離婚発表、まあもうだから僕実はもう罰2なんですけど。いいですね。罰2？必ず自身判断できてる。芸能界ガラッと変わりそうですね。不思議なもんだね。もうね、もう大谷はどんなのが一番いい？でもやっぱりすっぱ抜かれるよりかは、うん、自分の口で発表したいですよね、うん、ファンの方には。うんうん、じゃあもしかすっぱ抜かれたとしたら、うん、何日か前に記事って来るじゃない？うん、ゲラみたいな。そうなんですね。うん、でその記事が来た時点で発表する。わあ、そうですね。自分の力じゃないやん、それなんか、なんとなく。突っ張抜かれてるやん。そうですね、悔しいですね、うん、それ。もう淡くって発表したっていうの、うん、バレバレだからね。そうでしょ。明日出るから今日みたいな。それで自分の口から言いたかったんで皆さんに言いますけどは、ちょっとまかり通らない。確かに。確かに、かっこ悪いですね。逆に、うんうん。どうすればいいですか。難しいね。アイドルって難しい。大変だな、それの。大変だと思うわ。結婚していけないって決まりはないんだけどね。多分結婚しても全然頑張ってる人もいっぱいいるし、ももクロなんかまさにそれです。確かにそうだね。ね、うん、なんかこうやって見てるとなんか、あれ大谷と川合くん付き合ってるように思ってた。やめてください。こんな話ないですよ。これで付き合ってるから言わないと。ネットニュース今出ますよ。やめてください。見出しでお前ら付き合ってるのかって。確かに目合ってへんもんね。いやいやいや、合ってもらうのね。絶対にないです。なんかちょっとお似合いだしでこうやって見たら。やめてください。やめてください。おこがましい、おこがましい。じゃあミリニアのコーナーあるじゃん、ささやくコーナー。ありますありますね。あの時になんか何組と兄さんつって、うん、あれもなんかイチャイチャしてる感じ、ね、まあ、あのコーナーは僕は楽しいんですけどね。嫌いじゃないんだ。嫌いじゃないですけど、あのコーナーは出て、来週ボクロとね、ミリニアが出たりとかして。怒っちゃった。俺はもうそれはもうブクロ、俺はもう訴えられてもいいから、お前ポコポコなんで。
らって同じものを買ってください。の気持ち森田と二人でどこかしらファミリーでやっていけないゴルフできないぐらい近い近いじゃあ続いていきますか、ラジオネームチエピ、皆さんこんばんは。こんばんは。寒い日が続いていますが、お体お変わりありませんか。我が家はついに冬の魔の手インフルエンザにやられました。流行ってるからね。病気になった時、我が家はスポーツドリンクとはんぺんと卵入りのうどんを食べるのですが、皆さん病気の時決まって食べるものありますか。これ我が家でスポーツドリンクとはんぺんと卵入りうどん、なんでなんではんぺんなんですか。柔らかいからか。なんかな、うどんとか消化いいんでしょ。はんぺんなんか良くなさそうですよね。良くなさそうですよね。すり身だもんね。染み込むのが美味しいんですかね。うん、あ、そうか。でもなんかふやふや、ね、体調悪い時に、うん、あのお粥食べるじゃない、うん、はい、食べる、うん、食べます食べます。俺も食べます。食べるでしょ、うん、で俺も食べるんだよ、はい、あれってさ、自分がちょっと体調悪いことを助長しない。あー、確かにね。あー、言い聞かせるんですよね。しんど病人やぞっていうのね。そうそうそう。自分でなんかこう自家発電するというか、病気を自家発電してる。ちょっとわかりますわかります。俺病気なんだよね。ちょっと認めちゃってる感じあります。そういうことか。あれ、だからお粥とかそっちの効果もあんだよね。俺むしろこんな時しかお粥って食べへんよなってなって。あー、体調悪い時。めっちゃ選びますけど。種類いろいろありますもんね。鮭と、あ、梅も。とこうかなみたいなのはありますけどね。そう、ああそうか、普段食べないもんな。普段おかゆなんか食わないから楽しみというか、うん、ちょっとテンション上がりながら買ってる自分もおるよ。特別な感じがなんか、そうそうそう、うん、風邪、風でも寿司食いたくなります。病気の、嘘、生物ダメでしょ。生物絶対ダメなんですけど、うん、子供の時からそうで、うん、病気の時になんか風邪の時に寿司を食うの、はい、普段子供の時食べれなかったからなのか、でも今でも刺身とか、うん、あのお寿司が食べたくなるんですよね。酢飯が、酢飯、へー、それ病気か本当に。病気なんです。普段は食べたいんですけど、うん、体調悪い時とか二日酔いの時が、うん、寿司が生物食べたくなる。珍しいね。気持ち悪いな。あんま聞いたことないですけど。で免疫力下がった時に生物はもう良くないし、絶対良くないですよ。なんかおかゆ食べるのは本当39度超えてからですね。それまでは、それまで結構よ。それまではあんま食欲なくなることないんですよ。風邪ひいても。でも一番最初にやっぱなんかその刺身が食いたくなります。そう、なんなんその豪快さで直したいみたいなことなんなんそれ。なんかさっぱり。する感じなんですかね。それは白身系？ね、マグロス。中トロ、赤身？赤身が食べたくなる。赤身系を食べたくなる。脂っぽいけど。子供の時は小僧寿司のマグロ尽くしっていうセットがあるんですけど、うんうん、それを風邪の時食べるのがもう大好きで。ちょっと冷たいからちょっと冷たいからなんかその気持ち的に胃袋の中もなんか冷えるなっていうので。未だに食べますね。珍しいタイプだね。刺身あるなんか病気の時に食べたくなるもん。でも逆に僕は、こってりしたのだというか、うん、まあもうその期間人と会わないじゃないですか、うん、めちゃくちゃニンニク入ったやつ食います。あー、一応新助けはラーメンとか、はい、もうあのウーバーとかで、うん、二郎系というかラーメンとかもペペロンチーノとか、うんうん、もう汗出るぐらいのやつ、ね、はい、うん、それでもうこれだいぶ合わへんやんけと思って、うんうん、ゆっくり休めるわと思ったらそれ食べる時ありますね。でもニンニク食べ過ぎて気持ち悪くなってこない？それはありますよ、うん、でもその感覚って普段あんまりないから、うん、そこまでニンニク強いものを普段その食べないんで、うん、あ、風邪ひいてるなって自分でまた思うんですよ、そこで。お、今風邪ひいてるぞてこんだけニンニク食べてるから熱何度ぐらい？でも僕39で出たことないんですよ、人生で。お前インフルエンザならんよ。 なったことないんですよね。わ、すげえ。マジで？コロナなった時でも38度6とかがマックスやったんで、あんま分からないですよね、そんな。だからインフルになったら39度ぐらい出るよ。出ますよ、出ます出ます、全然出る。ちょっとレベル違うんですか、やっぱその。全然違うね。急に出ます。何もできないってことですか。うん、ああいう時に飲むポカリってなんだ。あんまりですよね、体がもう水分出てからだな。あんなうまいんやろな。ポカリが重くなるよね、あれ。信じらんないぐらい減れない。飲んだ方がいいっていうんじゃないですか。いや、ほんと、いや、欲しますよね、本当に。あれ39度とか40度近い熱すると、変な話
おちんちん感覚なくなるよな。ちょっと俺あんまり記憶ないな。それで僕わかるでしょ。確認します。あの風邪ひいたなってなっても俺、うん、あんまギリギリまで体温測んないんですよ。うん、現実わかるわかるわかる。でも、うん、それこそそのおちんちんで確認します。感覚なくなってきたな。さっきアイドルがどうこう言ったのに。変だぞって。おちんちんの意思がないぞ。これはもうおいお前感覚がね。これはもうダメだ、結構まずチンチンから死んでいく。そう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 。エシエシの話だ。でも確実にその普段と違くなりますよね。違う。で熱がどんどん下がってきて、うんうんうん、体内のウイルスとかが減ってきてるなって思うと、おちんちんに意思が出てくるんだよ。そうなんです。ああ僕もういけるよっていう、うん、だってに同じなんですよ自分と、うん、感覚的に。はあ、先にそっちが反応が上がってる。あれどうですか、熱出てる時にするおしっこ、うん、の感覚ってどう、うん、弱い弱い。俺好きなんですよ。どういうこと。なんか毒を、うん、毒を出せる気しません。体がね、うん、体調が本当にいい時より、うん、水流弱いでしょ、うん、水流弱いんですけど、なんかちょっとその出してるところのあのなんていうんですか、うん、その出口のところの感覚が、うん、厚み、そう、あ、なんかね、熱いよ。なんかあり、ね、ありますよね。なんかそれはわかる。薬とか出してる感じ。薬とかポカリとか。なんか言ったら、お酒っておしっこので出したらなんか酔い冷めるみたいな言うじゃないですか。多分あのあれが刷り込まれてるのか、うん、多分熱もなんか、うん、あ、でも確かにそうかも。冷ましてるのは。そう、なんか今ここにで熱いものを出してるっていう体の熱が冷めてる感じが、うん、好きですね、うん、俺は。ごめんね女子たち、すいません。で、ある、うん、いや、聞くな。そこで振った。そう、ある、ある。え、食べるもの、あ、食べるもの、うん、それ。私ウイダインゼリーですね。ああ、体型ね、うん、ぐらい。そうか、本当にご飯とか食べないかも。あ、です。食べれなくなっちゃう。食べれない。あ、ポカリですね。ポカリ。あ、でもなんか入院してた時、病み上がりの時に私もウーバーして、うん、結構お寿司とか食べてました。あ、もう熱下がってからでしょそれ。そうですね。うん、けど、まあ、ちょっとまだ体調悪い時に、あれ入院してる時ってさ、はい、本当に体調悪い時って病院食ってありがたいなと思うんだけど、はい、体調良くなった瞬間に、うん、どれって思うんだ。いや、まあ味わう、人間の恐ろしさというか、体調悪い時って薄味が全然いいわけ。それが本当にありがたいんだけど、体調悪くなってくると濃い味食いたくなってくるから、そうなんですよ、みたいになってくる。そうだ、だけど、うん、そりゃそうよ。少なとか。なめんなよ。そう、パン一枚って。何この食器って。いや、それは言わない。それは言わない。大体そうだな、チェックのやつで。それで僕太りました。足骨折して1ヶ月入院してる時に、うん、病院食がもう物足らなすぎて。わかるよ。毎回母親に、うん、オリジン弁当とか買ってきて、その後に飯食って、それでも足りない時はもう車椅子で食堂まで行って、うん、食堂でたらふく食べて。そうか、別に。それはね、そうだから、やっぱご飯のお供は買っとかなとかさ。そう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 、ね、桃屋のとか、海苔の佃煮とか、で差し入れもみんな持ってきてくれるから。そうなんですよ、バックバック食うじゃないですか。バックバック食っちゃうね。私39度でカツカレー食べました。うわ、食堂で。そうだ、お前すげえな。はい、入院してる時食欲あるん、はい、39度でそんな食べましたね。完食しました。なんで干してたんだ、ね、なんか食べたくなっちゃって。食欲あって食べてなかったんだそれまで。あ、食べてなかったです全然。で爆発して熱あるけど食べたくなっちゃって。まあでもそれは元気ってことだな、熱あるけどな。元気でしたね。池田は。私体調崩すってか風邪とか言うよりも、体調崩す時って大体胃腸炎なんですよ。だから胃に来ちゃって、ね、食べれない、ほぼ食べれない、水も飲めないみたいな。でもう水飲んでも戻しちゃうしみたいな時に、でもうち姉が薬剤師なんですけど、その時にもう何も食べれないのは食べなくてもいいから、蛍光補水液だけを取れ、ね、もうあれだけ取ってればいいって。で、あの所さんがあれしてる、OS1、ね、あれなんか健康な時に飲むとまずっなるんですけど、ね、具合悪い時に飲むと、めちゃくちゃ美味しいんですよね。うん、めちゃくちゃ美味しいんですよ。体が欲してるんですよ、蛍光補水液を。あれだけ飲んで回復するまで待つ。確かに脱水気味の時にあれ飲むとすげえうまく感じる、ね。あれ謎に美味しいんで。量も飲みすぎたらダメなんですよね。なんか決まってますよね。決まってるよね。一日一本とかなんかそう。めっちゃ効くから。あんまりこう飲みすぎないでください。吸収しすぎちゃうから、はい、うん。
あ、蛍光補水器、あれいいですね、あれだけ取っとけって言ってました、うん、あれだから普段健康だと思ってる時に飲むでしょ、うんうん、それが美味しいと思ったらなんかどっか異常がある、そうか、体調悪いじゃん、脱水起こしてるのが、そんなことないわ、そう、確かにそういうことなんですね、うん、そうだから普段飲むとやっぱりちょっとなんか苦手だなって思う人は健康だ、はいはいはい、うん、そんな飲まなくても俺らチンチンでわかるから、お金かかんないお金かかんないな、お金かからない、健康補正いらないから、お金かからないですもんね、うん、チンチンのおかしいなんですよ、どうなってんのおかしいって、いやこれ絶対わかりますよ皆さんでもなんかそう言われたら確かにそうやったかもってなる、俺特にそのトイレを、うん、ショーの方も座ってするようになってから気づくようになりました、うんうん、目に入るじゃないですか、うんうん、座ったらこう下向いたら、うん、その時に、うん、あれも今日どうしたっていう時が、うん、まあこれ体調崩すぞのサインなんです、気絶してんのかなと思う、ありますあります気絶ぐったりしてんねやんな、おいあれおるよなあ、おったおった一応ちょっと気にしてみて、寝過ぎた時ね、うん、これかってなりますよ。じゃあ続いてラジオネーム明太子ラジオ、皆さんこんばんは、こんばんは、私は大型連休というものが少し苦手です、例えば10連休を取れたとしても、うん、休みの前半は普通に楽しめるのですが、うん、休みが残り4日や3日くらいに、それぐらいあたりから、あー休みがあと3日しかないと恐怖心やストレスがかって全く楽しめません、わかる、普通に3日も休みがあればめちゃくちゃ楽しいはずなのですが、うん、大型連休は休み明けの反動がストレスになり、結果的に時間を損してる気がします。皆さんは休みを選べるとしたら1ヶ月で10連休を1回、うんうんうん、もしくは1ヶ月で3連休を3回、どちらを選択しますか、うん、これは分かる、いい、分かれるわ、いいじゃない、究極やな、3連休3回。俺、まず10連休、うん。どうぞ。俺も10一発です。俺も絶対に10一発。はいはいはい、11発、ね。10一発ですよ。なぜなら、うん、遠くにも行けるし、そうですね、確かに遠くに行ってゆっくりできて、はい、戻ってきてもゆっくりできる。そうですね、うん、3だと、うん、3の距離しか行けないから、うん、ゆっくり行けるって意味でも僕は10行きます。うん、10行く、うん、僕は。僕も10ですね。10。今絶対10って取れないんで。うん。そのレギュラーとか考える、番組とか考えると、で加藤さんと同じで10取って、うん、海外行きます、ああ、ね、はい、で帰ってきてちょっと2日ぐらい休ん で、うん、で仕事に行くっていう方が、うん、3だと多分足りない気がしますね、うん、3なんか飲んで休みだっつって飲んでそう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 、次の日なんかちょっと2日酔いでないとか言ってさで晩飯ぐらいでやっと飯食えるのって、はいはい、でまたなんか炎症強くなってきたとかっつってビール飲み出してで終わりで、しょうもないしょうもない、次のまた3なんだよ、そうしたら、ね、また次の3休みだっつってまた飲んで同じ皆さんで飲んで次の日2日酔いでっつって夕方あれじゃあ食事出てきたわっつってビール飲むかっつってでも1週間やったらまた3あるんだからいいじゃない、まあまあね、同じことやっちゃうから20働かないといけないんだよ、10の場合は、うん、全然いい全然いい、まあね、20連勤、そうなのよな森田、いやだからうちはその正月、うん、年末年始はそれぐらい取るから、うんうんはい、でも今年思ったのは、うんまあ、旅行行く、はい、で帰ってきてやっぱ実家帰らなあかん、うん、地元の連れに会わなあかんとかって考えたらやっぱちょっと しんどいなと思います、連続だと、うん、そう連続はっていう、うん、でその合間に BKB のライブ行かなあかんとか考えたら、うん、俺はもしかして今のあれやったら3を3の方が、ね、今年はそうかもしれないですね、そうもしかしたらちょっとずつ休みだ、うん、でもその方がなんか楽しく仕事できんだかもな、うん、大谷は私も3、まあ、できれば2連休を何回か飲んで3連休行くから、じゃあ普通に働いた方がいいんちゃう、土日は本当じゃん、そうね、土日がいい、それは逆に火水とかでもいいし、火水とかそう平日のなんか中間らへんがいいですね、あ水木は休みにしてもらって、ちょいちょい休まないと、あそうか、イベントがあるからね、はそんな休みいらないんですよ、うん、連続でやりたいこともないのか、そうなんです、趣味があまりないので、うんうん、だからこまめに休みたいっていう、あ3ね、うん、袋は
やること一緒なんだね。んでるね、結局やることが一緒やから。なんかしたらゴルフですもん。10連休しようか。分けていくか一緒に行くかっていうかやからね。でも今、これ3連休3回でしょ、うん、で、10連休1回でしょ、うん、9日と10日、これまた妙ありますよね。あ、そうだ。ねえ。どういうこと ?10 日休めるわけじゃないんですよ。3、3、4なら10日ってことですけども、うん、3、3、3やから。確かにな。1日損してる。あ、そう、損してる。はい。ってなったら、そら10の方行くでしょ。あ、1日多いからね。ね、ワンラウンド多いんだもんね。そうです。ワンラウンド多いんだもんね。1ラウンド多くなるから、10の方か。はい、あ、それは気づかなかったわ。そうです。3、3、4だったら、じゃあ。やること決まってんだろ、はいはい。3ホール、3ホールとか。うん、いやそれ嫌やわ。サワホールなんでわけなあかんねん。一日で、え、じゃあ10の方がいいってことか。一日大きく行く。そうですね。その日にちで行くならそうですね。10の方がいいですね。俺は3なんだけど、3、3、3、3、3、それはなぜかというと、やっぱりこう野球のシーズンになると、はい、こう3連戦みたいな、火水土金土日みたいな、うんうん、それをじゃあ4月だったら開幕の3連戦金土日ね、あとはどっかあの行きたいところをこう3つ3つバランスよく見られる、バランスよくちょっとこう、はい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 、スケジュールを見てこの3連戦を、うん、もう袋とそんな変わんないですよ。ただの袋の野球なんでしょ。そうだよ。ゴルフクラブはゴルフクラブかバットかの違いだろうな。やってるかやってるみたいな。でもなんかそっちの方が有意義っすね。なんか地方も行ける、 けるから、うん、じゃあエスコンフィールドで北海道行こう。見られないのも出てきちゃいますもんね。そうなのよ、ね、うん、見られるのも出るから。そうそうそうね、うんうん、池田は3です。あ、10は、うん、10もまあいいんですけど、うん、10連休ある友達いないじゃないですか。一緒に過ごせる人、はい、自分が10休みだとて、うん、帰ればいいじゃん友達、うん、え、友達333で帰れる。そんなうまくスケジュールできないですって絶対、うん、もったいない。ゆっくりする日もあるからね。いや全部遊びたいから、うん、全部遊びたいから。あなた冷たい人だもんな。冷たいから、うん、だから333で全部に、うん、2泊で旅行行けいいじゃん。2泊3日だからね。そういうこと、はい、全部友達と遊びたい、うん、でも10休んだ後の仕事めっちゃしんどないですか。俺やっぱめっちゃ嫌やったっすもん、行くの。その仕事行くの、年明け今年休んだ後に、うんうん、あ、でもなんか充電されてない？ちょっとなんか、うん、こう優しくなれない、みんなに。なんか優しくなるから。優しくなれば優しくなります。うん、なんかしばらく休んで、お久しぶりみたいな感じで、あ、ちょっと明るくなって帰ってくるぐらい、うん、なんかね、俺たまたま行った収録が、うん、なんか結構みんな休み明けみたいな、はいはい、その正月休み明けやったんですけど、うん、芸人しかいなかったんですけど、うん、噛み倒してましたよ。全員喋ってないから。大きな声みんな出してなかったから。確かに頭の回転とかちょっと鈍りますよね。そう、そう、なんかそれは確かに。どっちか選べってなったら今10日ですけど、うんうん、実際は僕も3連休あった後とかめっちゃ怖いです。マジで、はい、どうやってコミュニケーション取ったっけとか。そんな忘れる。なんか忘れたわけじゃないですけど、うん、ちょっとした、うん、例えばこうやって森田さんと話してて、うん、いつもだったら話せんのに、うん、ちょっと間ができた瞬間に、うん、あ、やばい、鈍ってる俺って。マジで先生やな。あそこに10年休んだ人いるんだ。そうか、10日じゃない。9年です。9年か、詳しくは9年で、しょうがなかった。3300日連休。そうか、俺らは働きたくないと思うけど、働きたくてしょうがなかった。以上ですかね。はい、以上です。はい、宛先お願いします。メールの宛先はやるだアットマーク mbs117q.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方には新金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください。さらば青春の光、東袋です。 am1179fm906 mbs ラジオからあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。では早速今夜面接を受ける方をお呼びいたしましょう。自己紹介よろしくお願いします。
早稲田大学1年の小倉美優です。今日はせっかくいただいた機会を目いっぱい楽しみたいと思います。うわー、もうアナウンサー志望って喋り方だね。よろしくお願いします。訓練してる、やってる、はい、やってるんですけど。あ、やっぱそうなんですね。どんな訓練してるんですか？うん、あのサークルで放送研究会っていうサークルがあって、そこのアナウンス部で活動させていただいてます。どんな稽古してるんですか？あのういろうりとか、わかります。知らない、なんか聞いたことあるよ。拙者親方と申すは、私のうちにご存知の方もございましょうかな。お江戸を立って二十里上方総集小田原で、すごい一色町大杉に なればみたいな。すげえ、アメンバーカイナじゃないんですね。違う違う違う。でもそれもやります。あ、やるんだ。はい、アメンバーカイナ。ウイロウリは絶対アナウンサーさんはやりますよね。うん、それやってるんだ今。やってます。なんでアナウンサーになりたいんですか？もともとは、はい、あの憧れてるっていう気持ちがすごく多かったんですけど。誰にですか？あのアナウンサーさん、うん、誰っていうよりはその存在に憧れてたんですけど。アナウンサー、はい、もうそのテレビ、そうテレビで見てる時にすごくなんか華やかで憧れてたんですけど、うん、大学に入って、うん、このサークルに入ってから自分がその司会とかする機会をさせていただいた時とかに、うん、すごく、あ、これお仕事にできたら楽しいなと思うことが増えて。大変だよアナウンサーって。そうですよね、はい、本当大変だと思うよ。うん、うん、芸人みたいな奴らがさ、うん、好き勝手喋り出してさ話を本筋に戻したりとか、すごい技ですね、台本の流れにスッと戻したりとか、はい、で戻したにもかかわらずちょっと待ってってまた好きなこと喋り出したりとか、はいはい、もう本当大変よ。軌道修正、うん、確かにね、軌道修正な、軌道修正すごいですよね、アナウンサーの方って、うん、すごい、うん、目標の人はいるんですか？私の憧れのアナウンサーさんは田中みな実さんが好きです。もうバラエティーじゃん。言わん方がいい。そうなん、うん、でそのバラエティーでのそのさばきがいいんでしょ？そうなんですよ。そういうことか。どこが好きなんですか？あのその女性としてもすごくなんか魅力的で可愛い方なのに、うんうん、そのなんかバラエティーとかだと結構さばっとあの、うん、言ってる感じとかも、ね、いいよね。でもそれでいてなんか周りの人のことちゃんと考えて発言してるじゃないですか。あの、うん、それがもうすごいなと思って。バラエティーとか何でもこう出られるようになりたいなって、うん、はい、だから出たい番組はあざとくて何が悪いか。田中みな実のポジションを取ってあげたいと。はい、田中みな実さん本当に憧れです、うんうん、一緒に出てみたい。出てみたいです、はい、あ、そうか、そこになりたいんだな。報道に生かされたらどうするんですか？確かに。あ、でも報道もやってみたいなとは思うんですけど、どうぞ、うん、ゆくゆくはバラエティーにも出たいなって感じで、はい、でも本当にゆくゆくはバラエティーそうね、田中みな実さんとかも報道バリバリ行った人ってなかなかバラエティー出ないけどね、うん、確かに、ね、うん、そうですよね、うん、でもやってみたいんだ。やってみたいです、はい、うん、あと何かありますか？アンケートで気になったのは、うん、誰にも負けない自信があることはっていう、うん、めんどくさい性格どうですか？なんか私最近これも気づいたんですけど、うん、なんか自分すごいめんどくさい人だなって思うように。どういう意味で？え、なんかこれって長所にも短所にもなるかなと思ってるんですけど、うんうん、なんか短所で言うとすごいなんか何でもかんでもくよくよかんあの後になって思い出しちゃって、なんか一人反省会がすごい好きなんですよ、うんうんうん、なんかそれがあなんか悪いところかなと思ってたんですけど、うん、それってなんか一生懸命それだけ頑張ったから後で、うん、あ、こうすればよかったとかめっちゃ考えちゃうのかなっていう風に考えるようになって、うん、なんかすごい一つ一つのことになんかいつもベストが尽くせるように自分で頑張れてるんじゃないかなって最近自分を認められるようになってきたところが、うん、なんか、あ、めんどくさいって悪いだけじゃないんだなって最近自信。反省するでしょ？だから、うん、反省することは別にめんどくさいことじゃないでしょ、うん、あ、でも結構長いんです。結構ずっと思っちゃうんだ。そうなんです。それいいことよ、何も反省しないより、はい、あ、もっとできたって向上心があるってことだから、うんうん、なんかめんどくさい性格の人って人がなんか、はいはいはい、そんなめんどくさい性格だなって思われちゃう、思うことが多いじゃないですか、うん、そういうのは思われてたりとかはするんですか？どうですか？あ、でもなんか本当に心開いた相手にはそのめんどくさいその頭の中で考えてること全部言っちゃうんで、多分、うん、あのめっちゃ話長いし、しかも自分で最後結果出したいんですよ。そのアドバイスもらってもアドバイスもらっても、お前なんか数出てきなんか出てきたな本性が。そうなんです、あのめんどくさい、めんどくさい、最後シュート決めたいんだ自分が。あ、そうなんです、だから多分めんどくさい。そうなんです、アドバイスが聞いてもなんかこういうことあってさ、そうなんです、どうしたらいいかなって言ってて、うん、で一応こっちは真剣に考えて、うん、こうだと思うけどって言っても、でもって、うん、でも私はこう思う、そうでしょって説得にかかるわけでしょ。そうなんです、めんどくせえなそれ。だからめんどくさいって書いたんですよ。マジでええわってなるわ、うん、最後の最後に。でも確かにこんだけめんどくさかったらこっちもめんどくさいで対抗したくなります。たまにいます。でもそういう時は、うん、そのめんどくさいもう一人の相手の話も聞きたいんです。ああ
で、そう、めんどくさいめんどくさいって戦って勝ちたいんですよ。妙な時間やな。散々みんながパスつないで、ごっつぁんゴール。そうですよ。ごっつぁんゴールしたいってことだよね。そうだよ。でもダメだよ。向こうのことも親身になって考えて言うけど、はい、向こうにも、いや、でも私はこうだと思うんだよねって言われるわけやろ。あ、そうなんです。うん、あの、たまになんかトークとかしてて、はい、アナウンサーの人とか、うん、あの、今やってる仕事じゃないのよ、はい、あの。たまになんか特番とかで一緒になったりした時に、あ、それってそういうことなんですね。続いては、てめえ。なんだ、おいこれだ、てめえって。おいこれだ、てめえって。なるときあんのよ。な、すげえ、すげえ一言でまとめられたぜ、みたいな。もうちょい。加藤さん、怒ってらっしゃるんですね。さあ、続いては。いや進行せなあかんからね、アナウンサーは。すごい無理やり。何と思う時はあるけど。確かに、ね、確かにパッて切る人おるよな、うんうん、それをやめてよ。あ、わかりました。アナウンサーになって。はい、わかりました。うまい、だから、ミトちゃんとかみん、うまいからね。本当にうまいと思う。素晴らしいと思う。あの、私、ミトちゃんの、うん、実際のそのアナウンスしてるとこ、ジップで見たことがあって。え、生で行ったの？はい、そうなんです。あ、見に行ったのか。あの、ジップで原稿すりとかのバイトをちょっと手伝わせていただいたことがあって、それで本当にスタジオで目の前で見せていただいて、うん、いや、すごかったです。うん、それなのに、田中みな実。ほんまやな。やっぱ好きなんだ。芸能人よりやな。好きなのね。やっぱそこに行きたいのね。うん、あとは、なんかありますか？そうですね。芸人さんも好きなんですか？あ、なんか最近お笑い見るようになりました。うん、今まで見てこなかった。いや、去年ぐらいからですね。最近だな。本当に最近なんですよね。 M1、 そう、 M1 見てます。ヤーレンズさんは好きだ。あ、はい、うん、あの、決勝のネタも予選のネタも見て、うん、あの、令和ロマンさんとヤーレンズさん、どっちにしようって私も思ってました。どっちにしよう、どっちにしよう、自分の中でね。そう、私どっちがいいかな。審査員ならね。あ、そうです。最後の2人、3組残った時にね。そうなんです、そうなんです。あ、そういうの好きなの。でも、さらに音楽も好きなんでしょ。マイブームを教えてくださいで、うん、音楽を聴くことが永遠のマイブームですって書いてるの。永遠の。本当にそうで、私なんか自分の機嫌を取るときに絶対音楽聴くんですよ。機嫌上げるときに、あの、そう、不機嫌になったときはとりあえず誰にも話しかけないでもらって、ひたすら音楽を聴くと、うん、いつの間にかなんか機嫌元に戻ってる。何聴くの？一番ここ最近の自分の中の好きなのはワッチさん。ワッチ、ワッチだ。ワッチさん、なんか声が好きなんですよ。ワッチね、うん、バンド、バンド、声がバンドだよね。そうです。うん、あとは、うん、ゆうりさん好きです。あ、ゆうりさん、フラワー、うん、あとは、あとは、あ、でもバックナンバーは中学生ぐらいの時からずっと好きです。バックナンバーね、バンドが結構好きなのかもしれない。 あとは、あ、谷ゆきさん、谷ゆきさん、わかります？あの、 XYZ の人。 XYZ ってなんだっけ？あの、 TikTok で流行った。 ABCG じゃなくて、いや、違いますね。谷さん、そうです、そうです。あとは、あ、難しい。うん、永遠のマイブームなんだよね。あ、そうですね。うん、あとは女性だったら西野カナさんが好きです。あ、ベタベタ並ぶソングが聞きたい時もあるんですよ。メッセージ性が強いのがいい。あ、はい、歌詞が、ね、歌詞か声かの二択なんです。恋愛ソング好きなんだね。好きです。あとは、いやいや、アナウンサーとしては終わってますよ。アナウンサーやとしたら、あとはあとは何、あとは、逆に何聞かれますか？僕ですか？はい、僕は無音です。何も聞きません。何も聞かない。無音です。あ、じゃあ聞いてみてください。今私が挙げた、わかりました。 XYZ、 ゆうりさんとか、ワッチさんもお願いします。それ以上出てこない。西野カナも、西野カナでもね、アナウンサー目指してるんでね、はい、これあと3年あるのか、はい、今1年生ですからね、はい、頑張ってください。最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、今日は楽しい時間をありがとうございました。私がこの面接でもし受かったら、この声だけで自分の表情まで想像してもらえるような、いい、そんな表現力豊かな楽しいトークをお届けしたいと思ってます。すごいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。河合文人です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子サーキーセックス。今夜も目いっぱい叫ばせていただきます。最初はマキシマムザ島町さんからいただきました。今年から高音バージョンも始めました。池田優子
大丈夫です。一発目の音。高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 音じゃない。高音。高音。高音ね。高音。高音って聞こえたんですよ。高音。高音。トウモロコシ。じゃあ、その何だろう。高音バージョンってみんな思った。高音でした。高音バージョン。はい、ハイトーンの。高音番長って聞こえた。日光へ行こうさんからいただきました。おいかわいい、はい、MC のオファーそろそろ来たか。いけないゆうこさん人生岩手はやってらっしゃる、うん、毎週土曜日が、うん、あの僕がメイン MC で、うん、1月から、うんおえそうなんです。あのあれメンコイテレビもともと3人でグループで回したんですけど、はいうん、1月から僕が、うん、単独で単独でメインになったので、すごい。あでもいいね岩手で、まあ、そうなんですよ、うん、岩手でちょっといろいろ試したりもできるし、はいうん、練習もできるので、あとはその、うん、NHK さんでそれこそニューヨークと一緒に今、うん、MC 番組あそうやな、うんやってちょこ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 来てますね、うん、いいじゃんちょこちょこちょっといいね、次ラストです。ここからバインさんからいただきました。おい山本、はい、痩せたって言われたいだけのために結婚前後の写真を奥さんにあげさせるな気持ち悪いんだよ。いけないよこさーぎーせーどういうことなんかいやあげてましたね。あげさせたんですか。あげさせてはないんですけど、うん変わってますよみたいなこと、ね、痩せました、ビフォーアップみたいな、奥さんがあげたかったあげたかったんでしょうね。私が痩せさせましたよっていうこともあるのかな。今痩せたんだ、うん、ちょっとでもまた戻ってきてますよ。一時痩せましたけどね確かに一時すごい痩せた。またちょっとねまたふわっと、まあ、お正月もありましたしね、はいはいはい、飲み物は戻りました、なかなかね今夜の対象はこちらです。今年から高音バージョンも始めました。いけないよあーーーー高音なんて意外に高音出ない人だね高音の方向性が違う大賞のマキシマムザ島町さんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはミリナです。はい、ミリナのささやき。あなたのミリナです。ふみと兄さん、今夜も熱くなってくださいね。はい、最初はビヨンゴさんの作品。ねえねえ、しゃぶしゃぶってお鍋？きりたんぽはお鍋？ふみと兄さんはしゃぶしゃぶときりたんぽはどっちが好き？しゃぶしゃぶ。あ、私もです。あ、一緒だね。一緒ですね。怪しいな。もう付き合ってるの？付き合ってないですよ。付き合ってないですよ。次、天然水さんの作品。ふみと兄さん、堂本剛の結婚のご祝儀はいくら包むんですか？いや結婚式がまあそうね、まあ、お年玉は何回もいただいてますからね。先輩だもんね。先輩ですね。先輩にっていくらぐらいなの？堂本さん、ちょっとそれは包むんですか？こういうの先輩にも一応。いやー結婚式とかがあったらってことだね。結婚式があったらそうですね。そうそう、まあ、包むのですし余興したいですけどね余興まで、はい、それで祝儀代浮かそうと思うモノマネやりたいですけどね、小一くんとそうかそうやりたいですけどね。まあ、ふみと兄さんなら最低3本ですよね。そう、3本それぐらいかな次、病んでる犬をいただいたごちゃごちゃさんの作品。山本さん、次のイコラブのライブでお花を出すときは赤ヘルハゲダルマでお願いします。目立つね。絶対それで出すから。え、本当ですか？楽しみにしてますよ。ハゲダルマもいいね。赤ヘルハゲダルマ、赤ヘルハゲダルマっていう人と仲いいよ何この赤ヘルハゲダルマ楽しみだな。ありがとうございます。ラスト、黒の2番さんの作品。加藤さ ん、パンダは可愛いですか？え、パンダ、パンダなんでパンダ、パンダは可愛いですか？じゃあもう普通だね普通だね普通って何なんだろうこの可愛いか可愛くないか。可愛かったな。ちょっとよくわかんないけど、今夜のミリニャはどうだった？今週のミリニャ大賞を発表するね。黒の2番さんの作品。加藤さん、
パンダは可愛いですか？なんでそれ普通だね。あの会話やこれ。パンダは可愛いですか？大正枕の2番さんには池田さんがデザインしたステッカーを差し上げます。最後にもう一ささやき聞いてね。もし何かあった時は口が固い加藤さんにはお伝えするので誰にも言わないでくださいね。うちの家族だけに言っていいか。ダメですよ。ダメです。危ないな。学校で呼ばれるわ。以上です。それでは聞いてください。イコールラブでシュキピ。イコールラブの大谷えみりです。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。新おにぎりここで、マカオのお土産あるんで、視聴者2個買ってきてるんで。何？マカオ旅行。持ってきてるじゃん。今新おにぎりって言ったんだよ俺。あ、今見たいですよね。いやいや、モデのお土産の方が見たいわ。新おにぎり、モデのお土産見たいわ。おにぎりの可能性。新おにぎりって言ったんだけど。買ってくる。そうそう、海外はありみたいな。うん、そうか。新おにぎりと言っちゃったんだけど。何だけど？何のこと言ってるんですか？何のこと？ね、いや毎週やってるやつでしょ、新おにぎり。何とかしましたけど。いやコーナーですよ、皆さん知ってるでしょ。最後のこのあったあった。マカオに売ってた、トミカなんかな、これは、マカオのなんかミニカー、車のミニカーみたいな。あ、珍しいやつ。マカオのタクシーとか。マカオのタクシー、はい、めっちゃいい。はい、そうなんですよ。いいですね。かわいいですね。これいいでしょ。いいっすね、オブジェに。これマニア絶対欲しいじゃん。これ多分2個セットなんで、1人ずつでもいいですし。あ、1人ずつでいいんじゃない。キッチンカー、そうですよね、キッチンカーみたいな。そうなんですよ、タクシーで、タクシーとキッチンカー。そう、マカオで行ったね、ちょっとあの風俗が、あのカーウォッシュコースっていう。気になる。カーウォッシュコース。それにちょっとなぞらえてカーを。カーを。なぞらえて。何カーウォッシュコース。またどっかで言います。カーウォッシュコース。車に見立てて。あのね、あのジョーと一緒にね、あの車を洗うんですよ。え？はい。車、本当の車。本当の車を洗うんですよ。で、まあまあこまあまた言います。はい。この多分この短時間では。洗車するの二人。はい。洗車の後にめっちゃ面白いやつ。プレイが待ってます。エンターテイメントです。めちゃめちゃエンタメ。人汗かいて。はい。働いて。そうそう。なんだろうそれ。はい。っていうので一応カーを買ってきました。はい。ミニカーを。楽しいかな。はい。2名の方にプレゼントします。じゃあね、これね、1月31日水曜日の締め切りにさせていただきます。森田のお土産プレゼント係までということで、まずはタクシー希望の方、そしてキッチンカー希望の方。はい、今の話だとタクシー希望の方が増えそうな感じがします。なんだと、まあ、エクソードプラスリアリティが出ます。洗車プレイってなんだと。そうなんですよね。洗車プレイってちょっと、まあ、一緒にちょっと教えて。ボンネットをね、あの女性が洗うんです。はいはい、でその後ろから僕が父を揉みしたくない。それ楽しいのか。めっちゃ楽しい。皆さんマカオ行ったら絶対行ってください。それは女性は平面こいて洗車してます。洗車してます。はい。そうそう。でその後ろからちょっと僕がいろいろさ、すごい、はい、すごいことやな。フロントガラスとかに映った時に何か我に戻んないですか。え、何？何かそのフロントガラスとかに自分が映った時に何か我に戻ったりして。でもな、もう楽しすぎて、何かもうあのもう何か終わりまでもうエンターテインメント。手前洗ってる場合もある、奥洗ってる場合もあるからね。あとね、その車を洗ってるスポンジで俺の体洗ってくる。それがこのボディーソープなんだよ。これいや、わかんないです。大丈夫な洗剤なんだってな。車用洗剤じゃん。わかんないです。スポンジもちょっと痛いだろ。ちょっとね、そんな荒いブラシではないですから。なるほど。じゃあこのプレゼント皆さんどしどしご応募ください。おにぎりは時間が来てしまいました。お時間で。また来週です。さよなら。申し訳ない。